ボビン・アレキサンダー・ボビンは、ロシアのサンクトペテルブルクー生まれのアメリカ人言語学、文献学者。1983年、レニングラード国立大学において、構造言語学、応用言語学部の修士課程を修了後、1987年、同大学にて、歴史的日本語言語学、日本近代文学専門で博士号を取得した。博士論文では、 浜松中南語に物語を扱った。その後、ロシア科学、アカデミーサンクトペテルブルク東洋学研究所にて、自責研究員アメリカ合衆国のミシガン州立大学にて、日本語専門の助教授、マイアミ大学にて日本語専門の助教授の職を経て、1995年にハワイ大学に移り、2003年、教授に昇進した。2014年には、 フランスの社会科学高等研究院に移った。この間、京都の国際日本文化研究センター、ドイツのボーフム大学、東京の国立国語研究所において、客員教授を務めた。日本語歴史的言語学、奈良時代並びに、平安時代の日本語文献学を専門とする。現在手がけているプロジェクトには、万葉集全巻の英翻訳と注釈がある。また、 西洋におけるアイネ語研究の先駆者でもあり、内陸アジア言語研究や古代中期朝鮮語の文献の研究などもいている。ありがとうございます。